お疲れ様です。お金の借りる方法ですかお金を無限に借りる方法とでもしておきましょうか。あの、私ね、お金をね、借りることと、商売で売り上げを上げて、お金を手にすることって、根本的には一緒だと思うんですよ。まず一つは、信頼されないと人はお金を払わない。それが、払いっぱなしのものであろうと、帰ってくることを見込んでのお金であろうと、信頼しないと払わないんですよね。 で、そこに金利ってものがありますよね。例えばお金を貸してくれとじゃあ返す時に金利をつけるからさっていうことが起きるとどうなるかっていうとねそれは金利に対して欲で貸すっていうところも出てくるんでそれは信頼関係ではないのかなと思うんですよ。もも、ちろんん信頼関係が多少あるんだけども 100%全部が信頼関係じゃなくて、まあ90%信頼してるけども、金利もあるから貸そうかな、みたいなね。10%の紛れが出てくるんじゃないかなと思うんですよ。で、私の場合のお金の借り方は、何回かお話しましたけども、返せないかもしれないよと。うん。金利も約束しないと。10万20万の金額を借りたいわけじゃないんだ。もしお金がないんだったら、借り手でもちょっと持ってきてくれ。っていうね、ここまでね。 堂々と高圧的な借り方ですよで借用書も書かずに受け取って終わりですよ <laughs> うんだからねどっちかって言うとまあでもそのお金をもし返せなかったとしたら私もその人に対して顔が立たないしまあ会うたんびとかねお互いを意識するたんびにあのお金どうなったのかなみたいになると思うんですよで結果的に 約束もしてないような高いお礼をつけてお返ししたんですよね。そうすると、やっぱり信じてよかった。久保さん本物だっていうふうに、その人に植え込むこともできたし、私も堂々とね、儲かったから返せたところが出てくるんで、それが一つね、こう波紋のように広がって、まあもしね、似たような状況になった時には、もっとでかい金が借りれるだろうなと思うわけですよね。で、ビジネスっていうのも同じで、 商品をお渡しするけども、商品の評判が良かったから、払ったお金以上に得したなっていう風にね、お金を払った人が思うわけですよ。払って得したっていう風にね。払って、まだ元が取れてないなと思われてるうちはまだまだなんですよ。もうお金を払った瞬間に、元取れたみたいなね。うん。とりあえず商品が手に入ったらやったみたいなね。そういう風な満足感を与えることができたら、第一段階突破かなと思いますね。 まああのお金を借りることとお金を儲けること基本的にはキャッシュフロー的には同じだよってことだということですまあもちろん借りたお金っていうのは返していかなくちゃいけないんでキャッシュフロー的にはあだいぶね、えー、後でお金が出ていくよってことになりますけどもねだからどっちが優れてるかというとやっぱりお金を儲けることでしょうね返さなくていいんで、うん、だから稼げない人ってどうしても借りちゃうんですよ で借りなくてもいい人って稼げる人なんですよこの関係があるかなと思いますねそれからね今年に入ってねまた3年前と同じように生活保護の方からのご相談をちょくちょくいただくようになってまあおおむね8割ぐらいはちゃんと稼げているんですよね何十万という単位で稼げるようになりました生活保護の方でもだからね稼げるんですよ その一つのモチベーションとして生活保護を受給しながらこっちでお金を稼いだらこのお金が全部募集されるっていう誤解をね生活保護を受けていらっしゃる方自身もしてるんですよね私のやり方っていうのは生活保護を受けていらっしゃる方に例えばその人が10万円の生活保護費を受け取っていらっしゃるとしたらねあのまずはこちらのビジネスで1万円とか1万5千円稼いでいきましょうと 基本的には15,200円以下の所得っていうのは全く持ってかれないんですよ。だからモチベーション落ちないでしょそれが例えばね、3万円稼ぎましたっていうと、15,200円をオーバーした14,800円のうちの10%。これは手残りになるんですよ。だから3万円稼いだら1万7,000円ぐらいが手元に残るんですよね。で、そうやってあの稼いでいきながら稼ぐスキルを積み立てていってね。 それから大きく稼ぐぞっていう時には生活保護をキャンセルして、そしてきちんとね、稼ぎの海に漂っていくって感じですか。その際にも担当のソーシャルワーカーさんと、それからその上司のね、えー、生活保護の課長の方にもちゃんとね、自分が何をしようとしているのか、生活保護から抜け出して自立しようとしているってことをちゃんと打ち合わせて、 まあ、毎月の稼ぎをね連絡するようにすると結構これがねまあそういうふうな形でこそこそ隠れてやるんじゃなくてちゃんと生活保護で受けてらっしゃる方が自分の担当してる方とかねそれから生活保護を支給してる責任を持った人課長とかソーシャルワーカーさんケースワーカーさんかそういった方の、まあ、合意を得ながら、うん、お互いに育っていくっていうね、まあ、そういった形を取って。 行くようにお勧めしてますうん、だから生活保護費が減額されるから稼いだことを内緒にしておきましょうっていう風なスタンスである限りあのやっぱり追い目をね持っちゃうんでうん、で、稼ごうとしても稼げなくなっちゃうのかなっていう風にはなんとなく捉えられてきましたねだからねモチベーションを落とさないことなんですよね生活保護を受けている段階で 稼いでいいいででくぞってううモチベーションというのは貴重ななもんなんでだからねあの稼ぐことの意欲をなくすような状態はこっちで排除していった方がいいのかなって思うところでございます。はい、まあちょっとテーマ変わりましたけども、まあ、基本的には稼ぐのも借りるのもキャッシュフロー的には同じだけどもどっちが優れたお金の手に入れる方法なのかってことを、まあ、今回お伝えしたかなってところですね。それじゃ